旧式駆逐艦改造の高速輸送艦、グレゴリー護衛駆逐艦改造の高速輸送艦ベゴー、朝鮮戦争の1950年12月、湖南からの撤退時。背景は爆破される港湾施設高速輸送艦とは、アメリカ海軍が第二次世界大戦期から上陸作戦の支援任務に使用し始めた駆逐艦、または護衛駆逐艦を改装した。 輸送艦を言う。艦視記号は APD で、A、AP は輸送を D は駆逐艦を意味する。高速輸送艦の任務は海兵隊の進行部隊や水中爆破チーム、陸軍のレンジャー部隊などの小規模特殊部隊を敵の支配する海岸に上陸させることであった。APD は中大規模の部隊を輸送することができ。 また必要に応じて沖合から支援の艦砲射撃を行うこともできた。最初に APD に改造されたのは第一次世界大戦当時の旧式な4本煙突、平ら艦型の駆逐艦であり、1938年から改装の検討が開始された。最新装備を備えた新造の駆逐艦が艦隊に配備されるに伴い、 これら旧式艦は、その他の任務、例えば水蒸気の整備、機雷敷設、総会などに転用されたが、その一部は、現代戦における、新たな任務である、完全装備の特殊上陸部隊を輸送する、高速輸送艦に改造された。旧式駆逐艦の高速輸送艦への転換にあたって、すべての魚雷発射艦と2機のボイラー及びそれに、接続する煙突が取り除かれた。 そしてそのスペースは4隻の LCPL と、その操作機器、並びに、部隊の居住区及び武器庫のために再利用された。特別攻撃隊の脅威に対抗するため、高速輸送艦は相応の武装3門及び艦備に、ボフォース 40mm 機関砲1丁と、エリコン FF20mm 機関砲5丁を備えていた。これらの造備と引き換えに4機の爆雷投射機と管備の、 爆雷庫が取り除かれた。後期型の APD は、新造された護衛駆逐艦であり、その半分以上は建造中に改造を受けた。このタイプは、船体の中央部の部隊居住区と装備保管庫を拡大し、またブームクレーンの後部に4隻の LCVP を搭載していた。百六十九年一月一日、海軍に在籍していた APD は、 すべて LPR に再分類された。1944年12月5日、特攻により沈んだ高速輸送艦ワード。ガダルカナル島の戦いにおいては、その他のすべての上陸作戦において、勝利の決定要因となった、西海圏、制空圏の確保を、日米双方とも達成しておらず、その緊急補給のために、輸送艦と駆逐艦の機能を一つに結合させた、 軍艦、すなわち高速輸送艦の大量投入が必須であった。高速輸送艦のコンセプトは、自分より小型の軍艦から身を守るのに、十分な武装を持ち、また、自分より、重武装の軍艦を上回る速力を持つことによって、地上部隊を輸送し得ることであった。高速輸送艦は、第二次世界大戦において最も骨の折れる仕事を、遂行した。彼らは部隊を、 上陸地点まで運び、輸送船を護衛し、対戦作戦及び海洋調査を行い、水中爆破部隊やコマンド部隊を運用し、また、乗客や、郵便物を乗せて、前線と後方を往復することにより連絡と輸送の任務をこなした。対戦末期のフィリピンの戦いや沖縄戦では、特別攻撃機対策として、通常の駆逐艦とレーダーピケット艦として運用された。 日本軍はアメリカ軍のレーダーピケットラインを寸断するためにレーダーピケット艦を優先攻撃目標の一つとしておりまた出撃した特攻機も最初に接触するレーダーピケット艦を攻撃することが多く高速輸送艦もその目標となった特攻により高速輸送艦4隻が沈没20隻が損傷し打ち3隻が 再起不能の深刻な損傷で除籍されている。ある程度の戦闘力を備えた高速小型の輸送艦という正確の艦艇はアメリカ以外にも存在する。日本海軍では旧式化した駆逐艦の一部を改装し、小海艇と称していたが、その多くには太平洋戦争開始直前に再度の改装が行われ、後部にスロープが設置されて、 陸戦隊上陸用のダイハツが搭載可能となっていた。対戦中盤以降の無月型駆逐艦も艦尾をスロープ状にしてダイハツ同定運用能力を高めた艦があった。より本格的なものとして1943年に計画され昭和19年以降収益した第1号型輸送艦がある。この他ガダルカナル島の戦いにおいて 日本海軍は、より大型の艦艇である、水上規模艦を高速輸送艦的に運用している。ありがとうございます。